イカナゴのつくだに。つくだにとは、醤油と砂糖で甘辛く煮つけた日本の食べ物。とりわけ、小魚、アサリなどの貝類、昆布等の海藻類、産地ではイナゴ等の昆虫類などを煮しめたものをこう、呼ぶ。シソやゴマなどを加えることもある。牛肉のつくだにも目にする。ご飯と一緒に食べるとびみとされる。江戸時代、徳川家康は名主、森孫右衛門に、 摂津国の筑田村の腕の立つ漁師を江戸に呼び寄せる、用意、隅田川、川口、石川島南側の干潟を埋め立てて住まわせた。筑田島の漁民は悪天候時の食料や、失業時の船内食とするため自家用として、小魚や貝類を塩や醤油で煮詰めて常備菜、保存食としていた。雑魚がたくさん取れると、 つくだにを大量に作り多く売り出すようになったと言われ、保存性の高さと価格の安さから江戸庶民に普及し、さらには参勤交代の武士が江戸の名物、土産物として各地に持ち帰ったため全国に広まったとされる。なお、以上の説に対しては異説もある。1877年の西南戦争の時には政府軍から軍用職として大量のつくだに製造が命じられた。 1894年の日清戦争でも多量のつくだに製造が命じられ多量生産が行われるようになった。戦後、帰宅した兵士は戦場で食べた江戸前つくだにに染んでおり、これは一般家庭の副食となり日常食となっていった。現代ではつくだにの素材や味付けの種類が増えるとともに包装の工夫により販売や保存が楽になったことから消費はますます増えていった。 今では全国各地に佃煮の産地がある。小豆島は醤油の産地でもあり、佃煮が多く作られている。特に昆布の佃煮が全国一となるなど、佃煮産業が盛んである。広島市でも佃煮製造が行われており、1904年から1905年の日露戦争で、広島が陸軍の共闘補となったことから軍中に支えられて、 いたという背景があり、1898年に、楠原正之助が、広島市中区にて、漬物つくだ煮の缶詰を製造し販売された。八重津市は、カツオのつくだ煮生産高が高く、地域によっては、特徴のある製品が製造販売されている。現在一般に市販されているつくだ煮は、薄味、甘口で保存性は以前ほど高くはない。真空包装のものや、 養冷像のつくだにが多い。増年安定剤などが加えられていることがある。本来の江戸前つくだにとは、常温で夏でも、おにぎりや弁当に入れても傷まない辛口のものが安心で重宝された。現在も数件だが、職人の技により手作りの旧来の味付けのつくだにも受け継がれている。余り物利用の保存用食品であったことから、物があり余って持て余す様を、 つくだににするほどなどと表現したりする。なお、岡田2003、P297 によれば、まず、日本橋東詰めに移住した後2645年に、つくだ島に移住したとされている。ABC 丸派ハ2000、P119 お魚雑学2002、P215、AB 岡田2003、P297 ハット AB お魚雑学2002、 P216-2000、ピアニッシモ、119から120、ABCDO から2003、P297、岩崎深夜、食の起源を訪ねて、月刊目1994年9月号、エモーチオ21、1994、日本食品新聞社広島製材会人物誌、第104,105号東京自治調査会、発行、 広島県市乾物の八つ目うなぎを焼いて甘辛く煮付けたもの。独特の風味があり、ビタミン A が多く含まれることから一種の健康食品として食べられることが多い。ありがとうございます。